トルコは中東各国の独裁的な政権と関係を維持してきた唯一の国でしたが、同時に私たちは全く別の外交チャンネルも築いてきました。つまりその国の社会、一般の人々とも結びつきを深めてきたのです。要するにトルコは国家としてのシリア、エジプト、イラク、リビアと付き合いながら、同時にそれぞれの一般の市民とも交流を温めてきました。だから独裁政権が倒れたとしても、それらの国々と良好な関係を維持できると信じています。積極的なゼロプロブレム外交によって安定と繁栄の足場を着実に築きつつあるトルコ。しかしアラブの春による急激な民主化運動の広がりは今、トルコの外交戦略に新たな対応を迫っています。これまで友好関係を結んできた独裁的な政権との関係を見直す必要に迫られているのです。隣国のシリアからアサド政権の弾圧を逃れトルコに避難してきた人々です。民主化運動に対する弾圧ですでに4000人が命を落としたと言われており、国境を800キロも接するトルコは危機感を募らせています。ゼロプログラムを標榜してきたエルドアン首相はアサド大統領とも家族ぐるみの親交を温めるなど、シリアと密接な関係を築いてきました。トルコがこの事態にどう対処していくのか、中東のみならず欧米からも注目が集まりました。先月末、エルドアン首相が決断を下しました。ベシャレセデブラダンチャールミーネリオルダーファズダカンドクメデンダーファズダズルメクメデンハルクヌンウケヌンve bölgenin selameti adına artık o koltuktan çekil. これまでの友好関係を白紙に戻す苦渋の決断でした。弾圧をやめようとしないアサド大統領に辞任を要求。近隣のアラブ諸国とともに経済制裁に踏み切ることにしたのです。中東での存在感を増したことで、シリア情勢への対応を含め、トルコには国際社会の期待が大きくのしかかっています。アラブの春という激動の中、地域の安定の要となれるのか、トルコの真価が問われています。シリアのアサド大統領は国際社会に背を向け、民主化運動の弾圧をやめようとしません。どのように経済制裁を実行していくのか、シリアの国民ではなくアサド政権だけを追い詰めていくような方法はあるのでしょうか。経済制裁を行えばシリアの国民にも負担をかけざるを得ません。こうした手段に訴えざるを得ないのはとても残念です。アラブ連盟に加盟する国々も同じ思いだと思います。アサド政権は度重なる忠告にも耳を貸さず、今も殺戮を続けています。シリア国民にこれ以上の苦しみを与えるわけにはいきません。私たちはそれを何とか止めたいのです。それで経済制裁にかけるのです。こんなことを望んではいませんでしたが、他の選択肢が見つからないのです。地域とトルコにとっての平和や安定に向けてどのような枠組みを考えていますか。アラブ世界の変革はトルコに利益をもたらしてくれるはずです。冷戦時代に一般的だったのは
自分の国が強くなるには近隣諸国は弱いままの方が良いという考え方でした。その地域で主導権を握るためには他のプレイヤー、つまり近隣諸国が政治的に不安定だったり経済が弱かったり開発途上のままだったりという方が自分たちにとってより有利だというのです。しかし今は違います。自分の国が強くなるためには近隣諸国も政治的に安定し経済的に強くなくてはなりません。私たちの関係は富と権力を分かち合う互恵的なものだからです。つまり私が利益を得ればあなたも利益を得るという相互関係です。もし中東で常に政治的な混乱が続き経済の悪化や食糧難が起こればトルコも強くはなれません。中東諸国と貿易をしたいのにシリアやイラクやイランの経済が弱い方がいいなどと望むことがあるでしょうか。あなたは以前は重荷だったトルコの地政学的状況が今はむしろ強み、財産に変わったと言っていますが、それはなぜですか？全ては東西冷戦の終結で一変しました。全く新しい地政学的な見方が生まれてきました。これはたまたまなのですが、トルコは世界の異なる勢力や異なる潮流が交わる交差点に位置していました。トルコの地図を見ればヨーロッパ、アジア、アフリカという巨大な大陸の合流点となっていることがわかります。世界情勢やグローバルシステムの全ての重要課題がこの場所でつながっており、それらに応じてトルコは変わらざるを得なかったのです。トルコからすれば他の国々との関係を拒んだり他の文化や文明の豊かさに目をつぶるべき理由は何もありません。なぜならば私たちは歴史的にずっと様々な国の文化、伝統を吸収しながらアイデンティティを築いてきたからです。それは美しいタペストリー、様々な色や線が混ざり合うトルコモザイクに例えられます。もしこれが単に一つの色、一つの線だけだったらとても弱くて偏ったものになってしまいます。あらゆる色や線を取り込むことで初めて物の見方や精神までが互いに響き合う素晴らしいモザイク模様が生まれるのです。この豊かさを分かち合おうではありませんか。長く険しい民主化の道のりを歩んできたトルコがたどり着いたモダンイスラムという国家、近隣諸国が政治的に安定し経済的に強くなって共存共栄できることこそが自分たちの利益につながるというトルコの外交姿勢、多様な価値観を認めることが何より大切だと語るカルン首席補佐官の自信に満ちた表情が印象的でした。アラブの春を受けて激動する中東、エジプト、イスラエル、トルコと3日間にわたってお伝えしてきました。長い間強権的な政権に抑え込まれ声を上げることができなかった人々が政府や軍を恐れることがなく自分たちの権利を主張し、そして一人一人が当事者となって初めて国の将来について考えることができる、そうした高揚感に包まれていることをアラブの春の原点ともいえるタハリール広場で感じました。民主化の道のりは始まったばかりで憲法の策定など市民社会と国家との関係、抑え込まれてきたイスラム教徒としてのアイデンティティを社会の脅威とせずにどう追求していくのか、大いなる模索が始まっています。各国でインタビューしたキーパーソンたちは異口同音に今中東は歴史的転換点にあると語っています。アラブの春を受けて中東は混乱した不安定な時期が長く続くのか、それとも新たな価値観や共存共栄のモデルを提示するダイナミックな地域へと変貌していくのか、大変革の中熱心に議論を続ける人々の真剣な姿に二度と
政治の過ちに翻弄されたくないという人々の思いを見た気がいたしました。